はい、えー、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます、えー、今日はですねまあ昨日の毎、まあ、週金曜日ですけどね昨日の夕方、えー、またまた6時からですね放送されておりました BSNHK、えーえー、プレミアム <laughs> なんか言ってるんだって感じですけど BSNHK プレミアムの「 はい、おなじみ「ザ少年クラブが金曜日の夜でしたので昨日の夜放送がありましてそこでですね今回また SixTONES がこれはもうテレビ初披露と言っていいと思いますよね、えー、1月の5日に発売されたアルバム「シティからですね「カセットテープ」を今回歌ってるということで私はね楽しみにまあビデオを撮らせていただいたんですよ。そそそれれれでで今ちょうどどねそれをここから初めてて聞くんですけどそこににと早送りしている間に 途中にジェシー君がなんか一人で英語の曲歌ってましたよだからあれもちょっとねこの今のカセットテープスだっけカセットテープを聴かせていただいた後ですねジェシー君のソロの,あの歌っていた多分スティーヴワンダーの曲だと思いますけどもそれの解説もしたいなと思いつつですねあの今ちょうど これを撮ってる時ね私が今これを喋ってる時が「えー、ライドンタイム」というですね金曜日の深夜にこれ関東限定なのかもしれないですけど、えー、ジャニーズのグループのこうドキュメンタリーみたいなのね毎月いろんなグループのをこうやってたりするんですけどなんと2月は「ストーンズがね、えー、放送されるということでちょうど今その収録しようかなと私が思った時に始まってしまって気が付いたらもうね結構見ちゃいましたね。<laughs> そうだ すごい、あのー、見れる地域の方ね見た方もいると思いますしビデオを撮ってる方もいると思うんですけど見れない地域の方いたら申し訳ないんですけどめちゃくちゃゃくいいいい映像がっっぱい入っておりましたレコーディングの映像もちょろっとあったりなんかしてねさっき大学がいろいろまたお話をしてたりレコーディングしてる風景があったりするからあれも見ながら解説したいなとかいろんなこと思いながらね今ちょっとこの「少年クラブのビデオの方に、えー、やってきたという感じでね。それでは 長々とちょっとお話ししまいましたけれども昨日放送されました BS プレミアム NHK 順番ぐちゃぐちゃ「えー、ザ少年クラブで s トー t o n e s が初披露したカセットテープスかな、えー、を聞いてみたいと思いますそれではいきましょう再生ポンはい今前の「我らが兄貴 s トー t o n e s 兄さんの登場となります」とこのねジャニーズジュニアの子が言ってるそれでは聞きくださいどうぞと言って あカセットテープでいいね。ベネマイヘイカカセジェシー,ー君から来た。わしゃくウィーワイホーダクい,いい入り方しますね本当。お六6人今度は椅子に座ってますね。さあジュ,ジュリー君。ジェシが出会ちゃいで湯で。ゆでコーチ君。君がいない部屋はそろんいいね。ジュリー君。笑けて寝るせてね。英語です。ジェシー君。 何を出し to do ?I miss t h a t I can f a l l 森本君。どうしても消せばしない。いいね。君の代わりとスマイルよ。大学。スマイルボーバー。いいね。お、コウジ君。夢で名前よ。いいね。大学。<laughs> 全然追いつかれれば、こう解説が。いいさあ、北斗君、やっときた。I <hope> you. あ今度はさ、モ今度メ森本君。なり続けてる。君の好きなライフソグいいね。 さあ、北斗くん。いいね、いいねさあ、ジェシーくん。And I got d i r あ、歌詞の中でテープスって言ってるだ。あ、コウチくん。君の声、聞きたくて。ジュリくん、下のハモリ綺麗さあ、北斗くん。あの日まで、巻き戻してかせて、綺麗な顔。さあ、大学くん。しゃくりらい、いらせてくんばい。いいね。 森本くんとジュリーくんの綺麗なハモリ。森本くんいいね。アルバイトパスファ a アメニホーローいいね。ロングトーンからビブラート。Lie, like so. ジェシーくん。そして大学のハモリ。二人のことを思い出して We are to ya。ジュリックはジュリックには大んが低い音も出すんだ。But l i r e so, so good? ジェシーくんいいね。 I cherish best you my You're gonna all call wait 大学がいいね。カセテープスいいね。コーチくんとジュリくんで、あ、違う違う、大学んでハモる。大学面白いマイクの持ち方してる、いつもみたいでね。小指がこう、はい。いいね、北斗くん、綺麗な顔してる。 But my タイガーくんとジェシーくん。タイガーくんちゃんと椅子にこうね腰掛けてかっこいいよ、これ。ミッシュ by my side. I made it a l メリーオー g うわおジェシー。最後。はい。全然わかんなかったでしょ、皆さん。<laughs> もう途中も名前もごちゃごちゃになるわね。パートの入れ替えが早いんですよ。 もうワンフレーズごとどころかもう名前を言うので <laughs> 忙しいっていうぐらいのあの最後のラララ「って言いながらジェシー君ちょっとマイクが離れていってね出てる音はずっと均等だけどマイクが離れていって声がちっちゃくなって終わっていくってもう,もう見事な。 終わり方だと思いますこういう、まあ、バラード系の曲で後ろ側のカラオケの音ねもうすごく少なくて6人の声メインで歌ってますからちょっとしたその声の表情表現が思いっきりこう持ちに出てきますので最後伸ばしていって切る時なんかはふわっとああいうマイクの使い方で切っていくというのも非常に、まあ、テクニックがあっていいなと思いますしあのこのカセットテープというね えー、S なかったですねタイトルはね「カセットテープ」という曲を今改めてね6人座りながら歌ってるのを聴きましたけどいよいよえー、いや今一時停止じゃないですよ大丈夫 <laughs> じゃあ言葉を今探したんですけどいよいよもう6人歌うま世代世代じゃないな6人歌うま時代がまあ皆さん到来したんじゃないですかこれは。 あのー、今まではね今までというかもうとにかく去年の今ぐらいなんかは私も SixTONES というよりかは t a i g 君とジェシー君の声からあストーンズというグループには2人上手い人がいるんだなっていうような感じで入ってきて、まあ、ついこの間ねやってたその、えー、歌うまランキングも2位と3位で t a i 君とジェシー君と入れさせていただいたんですけれども今のカセットテープの6人の歌声を聴くとですね 森本くんも本も当に上手になっています上手になってるって言い方がちょっとこう曖昧ですけど、えっとね、高い音ララララララこのフレーズを歌ったかどうか分かりませんけどララララ上の音を歌ってる時の声の勢いというかね、えー、音程を取りに行く時の迷いのなさ多分これは自信だと思います。自信というのはこう揺れてる自信じゃもちろんなくてね自分を信じると書いて自信。 とね、その伸ばしてる音から降りてくる時とかの余裕感もね、ね森本くんは相当出てきました、ね、うん今まあ一人一人こうパートがねあの画面で見て分かってますのであ今森本くんに変わったなってなりますけど多分音だけ聞いてたら本当に分かんないんじゃないかね。ジェシーくんみたいな歌い方をする森本くんっていう言い方も合ってるか分かんないけどもうだから森本くんの声の安定感も だいいぶ上がってきてきるしでく君が歌ってるところもなんかね前半のさちょっとリズムがちょっと探そうかせっかくね細かく言いたいよね前半のく君一人で歌ってるところでちょっと今ずーっとねみんな巻き戻ししてってますけど大く君こうやってマイクを持ってたねこう,こうやってね小指が下に行っててなんかバラおどけ歌った時たまにああいう持ち方してるイメージがありますけどあでも途中は。 ちゃんと全部でもう持ってたりもするねいろいろ変えてえっとね私が見たいところはこうちくんのねどこだろうこれだはいここのサビの「夢で名前読んだ」って最後ね「だ」「だ」じゃなくて「だ」ちょっと空気多めで終わるでここのこうちくんの「夢で名前読んだ」ってこのリズムが ちょっ、ねえー、1234に乗せてると「ダンダ,ダダダダダってなんていうねまあ3連符と言っていいんかな何か普通あの音楽っていうのは4分の4とか言ったりするね8分の6とか、えー、あの2の倍数で来ることが多いんですよね。何を言ってるんでしょうか私は。<laughs> 全部2とか4とかになるんですよあの音符を書く時,書く時でも今のコーくんの場合は「ダン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 って12の時に「ダダダダダダ,ダ」ってこう3つ3つで来てるんですねだからこれはリズムを取るのは非常に難しいんですけどここのうまいたまり具合たまり具合っていうのはゆっくり具合ね「夢で名前よ」このため具合もコーくんいいし。 この最後のねさっきも言いましたけど切り際にもただ音を乗せるだけじゃなくてちょっと空気を多めにやっ歌って終わる高知くんでしょここも声の通りも良ければリズム感もいいし最後の着地のテクニックもある高知くんもグワッとレベルが上がってますよ本当に。それでジュリくんはねもう上行ったり下行ったりいろんな音程が出てきてもパンと本当に歌い始めた瞬間にその音にピタッと。 ううという感覚はねこれはまあ今回はまあ特にラップっぽい部分はねないですけどもちゃんとメインで歌ってる人の下に行ったりとかね自分が歌う時も音の芯がしっかりしていて安定感抜群でしょでそれから北斗くんね結構最初の方ずーっとためてためてなかなか出てこないなと思ったら出てきた時にもう本当に色っぽいなんかその歌声はもちろんなんですけどこうね佇まいというかその表情なんかも まああのただただメロディーリズムを取るということじゃなくてまてこの曲の中の歌詞の世界にこう入っていてちょっとまあ切ない内容の曲でもありますのでそういう表情であったりこうね歌い始めに「うー」みたいなねあの皆さんもイメージ北斗君のね入る時の「うー」ってちょっと低音が鳴るような色っぽいイメージね分かる方多いと思うんですけどああいう表現みたいなものもやっぱりね 北斗,は北斗君で、まあ、歌はもちろんなんですけどもその演技とかをねたくさんやってきたところで表現力というところにやっぱり引き出しがすごく増えたんじゃないかなと思いますし、まあ、大学はもう本当に安定な特にこういうバラード系の時は「うわ」とね声でもう全部の音程はもちろんですけど音程と音程の間まで。あ違う違う。

安定感抜群のジェシー君そしてなんか高くなる時も「だだーあここ大学のとこだねそうじゃないもうちょっと手前にジェシー君が上がっていくとかありましたけどその時もグッと顔を上げるじゃなくてやっぱりね口角をグッと上げて「ああ」口角で音程を上げていくみたいなテクニックもあったと思いますけれどもはい、えー、6人ともそれぞれね私が今見てて気が付いたところをたくさんお話しさせていただきましたが。 本当にザクッと言ってしまうと6人ともめちゃくちゃゃくいですあの音程リズムが取れてるといううまいということはまあ当然ながらその表現してもう歌っているって感じですね本当に。 あのー、カラオケの祭典とかで出てくるあのね祭典バーみたいなピタ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 と合わせて歌うっていう技術もそれは確かに一つの歌唱力だと思いますけれどもこの今の「カセットテープ」という曲を6人が歌ってるのを見ると一人一人がやっぱりその音程リズムをしっかりとるということはもう当たり前として表現して歌ってるということがそれぞれできていて。 なおかつそれのクオリティが高いといとうね、もう褒めちぎりすぎてなんかうそくさくなってきたかもしれないですけどでも本当にそう思いますすごい聴いてて心地いいですしなんちゅうだろうなどうしちゃうのこれからこの後。<laughs> こういうちょっとねしっとりバラード系も歌えてさでちょっとこう。 オオラオラ系も歌ってですよで、まあ、今度発売するシングル「共鳴」なんかもっとテンポが速くてやっぱ疾走感ロージーなんかもそうですけどすごいですよね本当にいやーちょっとね今私初めて聞いて初めて思ったこといっぱい喋ってますけどゆっくりまた後でねこう黙ってみたいと思います <laughs> なんか名前を追いかけるのが一生懸命でねいやーでもすごかった本当に安定感抜群だったと思います うんみんなな上手くなってますねちょっとまあ偉そうに言ってしまいましたけどでも本当になかなかそうならないですけどねあの別にジャニーズに限らずですけどなんかみんなで歌ってるグループがどん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 上手くなっていくみたいなのってあるかなうんまああるのかないやないはい。 全然なんか締まりのないこと言ってしまいましたけどもでも本当にちょっとこれからがますます楽しみだなと思うような、えー、初めてこういうね「イミテーションレイン」とか例えば「えー、マスカラ」とかああいうのを聴いてた人たちがまたこの歌をねポッと聴いてみた時に多分ストーンズのこうの歌い方の振り幅というかね、えー 引き出しの多さに本当びっくりしてしまうんじゃないかなというぐらい見事な歌唱だったのではないかなというふうに思います。はい、ということで今回も長々と語ってしまいましたけれども「えー、少年クラブで初披露しました SixTONES が歌う「カセットテープ」について解説をさせていただきました。皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。